テクニカルディレクターブルーボンバーのフットボールミーティング。今回はロングスローについて科学的に物理的にお伝えします。まず投げ出す角度について説明します。はい、サッカーフリークの皆さんこんにちは。ブルーボンバーのサッカーミーティングです。はい、それではですね、どの角度で投げ上げれば一番飛ぶかと、これについてお伝えしますけれども、まず低すぎてもですね、手前に落ちてしまいます。高い角度で投げ上げてもやはり手前で落ちてしまいます。一番理論上ですね、計算でも、これは、証明されてますけれども、遠く飛ぶ角度というのは、45度ですね、に投げ上げた、45度斜め上に投げ上げた時に一番遠くまで飛びます。ただしですね、これは、空気抵抗がない場合のケースです。まあ、サッカーボールですからある程度の大きさがあります。空気抵抗が当然ありますので、じゃあですね、どういう風にすればいいかということです。空気抵抗がある場合ですね、斜めに投げ上げました。放物運動を普通はしますけれども、空気抵抗がある場合はですね、手前に落下します。いわゆる押し戻される形になっていきます。これをなるべくですね、こちらに近づけるという工夫が必要になってきます。それを実現するのが例のマグナス効果です。球を浮上させていくというこのやり方です。そうすれば手前に落下することなく伸びていきます。しかしながら空気抵抗がある場合に関しても投げ上げる適切な角度があります。続きの説明を聞いてみましょう。空気抵抗がある場合ですね、この図を見てください。斜め45度に投げ上げましたと、このように、まあ、少し押し戻される形になりますけれども、この45度からですね、少し角度を下げて、例えば37度とかですね、角度を下げて投げ上げた場合、実はですね、45度から少し下げた方が空気抵抗がある場合ですね、遠くへ飛ぶという計算も弾き出されているのです。ですから、強風の時、風が強い時はですね、まあ、30度に近いとかですね、そういった角度で、ボールを入れると、スローインをすると、こういう工夫も必要になっていきます。ですからこれらを組み合わせてロングスローというのを完成させていきます。はい、それではですね、分かりやすくマグナス効果についてお伝えしたいと思います。ロングスロー投げました。スローインですね。逆回転、上から手前のね、こちらの回転をかけていきます。じゃあこのボールの周辺の風についてですね、空気抵抗についてどうなっていくのかなと、ボールがこう来ました。ボールはこのように回転してます。どんどんですね、相対的に風がこうやってきます。空気が押し寄せてきます。すごいですね。じゃあここでこちらに来る風とこの回転によって引き起こす風ですね、ここでぶつかります。ぶつかることによってここのですね、圧力が大きくなっていきます。ぶつかりますね。ここのいわゆる分子が集中しますので圧力が高くなります。一方ボールの上の方ですね、こういきますが、ボール回転の向きですね、このように回転してますので、ボールの回転によって引き
き起こすこの風と同じ向きですね。ですからすんなりスーッと吹きますので、こちらに比べると圧力が小さくなります。じゃあこの現象は何を引き起こすかというと、圧力が高いということは押し上げますね、ボールを押し上げます。一方こちら圧力は小さくなりますので、押し上げられたのと同時に上に行こうとしていきますね。ですからこの効果、マグナス効果と言いますけれども、これを利用すれば空中でですね、すぐ落ちないで飛行すると、飛んでいくと。この効果がですね、スローインを投げました、こちらに回転をかけます、ボールが浮上します。ですからストンと落ちることもなく、ある程度飛行していきます、飛んでいきます。これがマグナス効果の極意です。スポーツに利用する、これを知ってるのと知らないのとでは全然違いますね。やってみましょう。飛びます、ロングスロー可能です。いろんな戦術ができます、選択肢が増えます。あと2つ重要なことがあります。遠くへ飛ばすためには、この初速度ですね、ボールを放った時の最初の速さ、これを最大限にする方が遠くへ飛んでいきます。まあ、いわゆるですね、水平方向に対して先ほど言いましたように、まあ、45度から30度の間ですね、風のある時とかも考慮しまして、ボールを放ちました。この速さを最大限にすればするほど遠くへ飛んでいきます。じゃあこの初速度って言われるものですけれども、これはですね、この腕をぐるっと回すこの円運動ですね、この半径の大きさが大きければ大きいほど、そして、この回転の速さですね、角速度と言いますけれども、これが速ければ速いほど初速度は速くなるんです。計算式としてはですね、飛んでいく速さというのは半径かける回転の速さ、半径が大きいほどですね、そしてこの回転の速さがぐるっとですね、これが速いと、ね、初速度も速くなる、そして遠くへ飛んでいきます。これを組み合わせていきます。はい、次にボールの握り方です。指をですね、なるべく広げてしっかりとボールを握っていきます。手前の方はですね、逆三角形、まあ、三角形のおにぎりを作るような形にして、あるいは、下向きのですね、ハート、まあ、この形と捉えても構いませんけれども、まあ、このようにですね、ボールを握っていきます。そして、まあ、頭上でですね、ボールを放ちますけれども、まあ、タイミングであるとか投げ放つ角度ですね、そういったのを考慮しながらですね、あと初速度、考えながらですね、でボールを放つときには、親指で下を押し出す感じですね。ですから手首は手前に、ひねりながらですね、親指で押し出しながら、そして逆回転をかけながら、ボールを放つと、このようにしていけばロングスローにつながっていきます。何度も練習してですね、その感覚をつかんでみてください。ロングスローは近くのニアでも遠くのファーでも使い分けてできるまで練習しましょう。